ジョーマッセリア、ジョーマッセリアことジュゼッペ・マッセリア、1886年1月17日から1931年4月15日、通称ジョーザ・ボスは、アメリカのコーサ・ノストラのボス、ニューヨークのリトル・イタリアを拠点に、各地のイタリア系ギャングを統合し、現ジェノベーゼ一家の母体を作った。シチリア島南部、メンフィに生まれ、幼い頃に、 西海岸マルサラに移った。1903年一家で渡米し、ニューヨークのマンハッタンのスラム街に落ち着いた。ロワー,ーイーストサイドのフォーサイスストリート沿いに住んだ。昼は服の仕立て屋で働き、夜は泥棒をしていた。1907年アパートに強盗で押し入り仲間リマと共に逮捕された。執行猶予。1913年4月、4人組で七夜に忍び込み、 巡回中の警官に追いかけられて捕まった。泥棒チーム、フォ 4WR ーー、4ーアーを引き、バワリー周辺で何十件もの空き巣を繰り返してい、セ窃盗で起訴され、翌年控訴したが四年刑で、刑務所送りとなった。この頃、すでに結婚して、子供が三人おり、姉のサルーンに住み込んで、バーテンをしていた。家宅捜査で、電気ドリルなどの泥棒道具が見つかった。 1916年頃出所し、リトルイタリーに戻ると、マルベリーストリートとグランドストリートの角に、ビリヤード場を開き、独自のギャングを結成した。出所後住まいを転々としたが、イーストビレッジに落ち着いた。禁酒法の成立を機に、酒の密売に乗り出し、リトルイタリーのカーブエクスチェンジ、非合法種交換所に出入りして、酒のトレーダーになった。ほどなく、 ブローカーに転身し、トレーダーから手数料を取って売買の仲介、運搬を始めた。武装ガードマン付きで取引の安全を保障したため、酒のハイジャックを恐れる密輸業者の需要を集め、商売は繁盛したユニバーサルサービスと呼ばれた。護衛や見張り番に近所のイタリア系の若者を雇った。売り手買い手双方からマージンを取るので収入が安定し、 取引価格を操作できた。交換所オーナーのガエタノペノキをトミーザブルと結託し、サルーンの裏側に交換所を開いたが、警察の取り締まりを免れるため場所を毎日ずらした。警察は物証がないと捕まえられなかった。交換所の実験を握ったことで密輸ギャングの間で頭角を現した。1920年12月29日、密輸ライバル サルバトーレ・マウロと銃撃戦となり、荘園が消えると、マウロが死んでいた。逮捕されたが正当防衛を主張した。マウロの仲間ウンベルとバレンティと、縄張り争いを続けた。当時、パレルム系マフィアのサルバトーレ・ダキーラが、コルレオーネ系のジュゼッペ・モレロ&、テラノバ一家と抗争していた。マッセリアは、ダキーラに反旗を翻し、ダキーラから追われていたモレロと手を結んだ。 ダキーラは、バレンティに対しても、死の宣告を出していたが、和解して、マッセリアを倒すよう命じた。1922年5月8日、モレロ一家のヴィンセント・テラノバが暗殺されると、仕返しに、バレンティを銃撃した、バレンティの用心棒が重傷をの命死亡。翌日夕方、グランドストリートで、チーズ屋の前でタムロしていた、バレンティ一味3人が、部下を連れた。 マッセリアに気づいて発砲した。マッセリアも銃を取り出して応戦し、60発を超えるガンバトルになった北クラッシュ時で通行人が流れ玉で負傷。マッセリアは銃を捨てて逃げたが警察に捕まった。1922年8月8日、イーストビレッジの自宅を出たところをバレンティーチミンに追いかけられた。銃撃をかわしながら近くの商店に駆け込み、逃げ押せた。 目撃者によると十フィートの至近距離から三から四発撃たれ、一発目は傍らにジャンプして避け、二発目は腰をかがめて頭を下げて避け、三発目は店の窓に当たった。目撃した商店主はその便称さに驚いた。警察がマッセリアの家に急行するとマッセリアがベッドの隅っこに座っていてまだつけていた帽子に二個の穴を発見した。事件が ニューヨーク中に伝わり弾丸をかわせる男の伝説が生まれた。襲撃から3日後、バレンティに和解を申し出て、イーストビレッジのカフェに誘い出した。途中ではめられたことに気づいたバレンティがダッシュして逃げると、付近に潜んでいたマッセリアの手下が一斉射撃を浴びせ、殺害した。バレンティを油断させるため白昼の繁華街を会合場所に選び、 引退して縄張りを譲るとの和平メッセージを送ったと信じられている。すぐ逮捕されたが8月8日以来一歩も外に出ていないと関与を否定したマッセリアが新しい帽子をつけていたので警察はこの証言を疑った。バレンティの死によりダキーラの派遣は崩れ、以後その影響力は低下した。政治力のあるタマニーホールのトム・フォーリーと信仰を結び、 捕まると裁判で助けてもらった。1922年、シチリアから戻ったモレロをアドバイザーに招き入れ、リトルイタリーの自前の密輸ギャング団に、モレロテラノバ組織を組み入れて、ボスとなった。1920年代を通じ酒の密売、上納金で財産を築き、ニューヨークのギャング勢を次々に参加に加えた。モレロ一家のチロテラノバ、テラノバの血族を通じて、ガエタのレーナなど、 コルエオ系マフィア、ブルックリンでは、カラブリア系のフランキー・イエール一派やイエールと、臨海区事件を共有した、パレルモ系のヴィンセント・マンガーの一派などを取り込み、組織は、怒涛の勢いで膨張した。裏社会の権威を上げるべく、ニューヨークの外へ進出した。アメリカ北東部にネットワークを築いたダキーラの参加の、ローカルボスにチャレンジするギャングを支援し始め、ダキーラと張り合った。 クリーブランドマフィアの相談役の地位にいたサルバトーレ、トダロに資金援助し、密輸ギャングの総本山だった、ロナルド一家に反旗を翻させた。1928年7月、イエールがアルカポネと対立して殺されると、イエールの有力部下でナポリ系のアンソニー・カルファノやジョー・アドニスを取り込んだ。ラキーラがイエールの縄張りを乗っ取ろうとしたため、カルファノが マッセリアに助けを求めた。1928年10月、ダキーラがマンハッタンの路上で銃殺され、モレロやアルミネオとダキーラ殺害を死亡したと信じられている。ミネオダキーラ一家の後釜ボスに据え、間接支配した。イエールの酒密輸とトバクリ県をカルファノにリンカイクの縄張りをミネオに管理させ、ブルックリンに地方を固めた。 地元マンハッタンでは、テラノバ参加のヒシチリア系、ハーレムギャング、イーストビレッジのラッキールチアーノ、密輸ギャングのビトジェノベゼや、フランク・コステロ、フルトン・ウォーシジのジョゼフ・ランザラを取り込んだほか、ニュージャージーにも進出し、ウィリー・モレッティやルゲリオ・ボイアルド、ジェラルド・カテナラ南イタリア系ギャングを参加に加え、 カステラ・マレハとジョゼフ・プロファチ勢力を除くすべてのニューヨークファミリーを参加に置き、1928年、ダキーラに代わるボスの中のボス、カポディ・コッピーの称号を得た。ダキーラ暗殺を批判する保守派もいたが、マフィア人脈の豊富なモレロをニューヨークマフィアのドンの座に担ぎ上げ、保守派の批判を交わした。シカゴでは1927年から1928年に、 かけ、カポネが、密輸理県をめぐって、シチリア系のジョゼフ・アイエロと争ったが、この時、マッセリアが割って入り、カポネを参加に加えた。シチリア人のアイエロではなく、ナポリ系のカポネを公然と支持したことは、アメリカ中のマフィアに衝撃を与え、保守派からは批判された。マッセリアを嫌った、ダキーラ波山党の一部が、カステラ・マレ派に接近した。 密輸や上納金で巨万の富を蓄え、セントラルパークウエストの高級マンションに移った。鋼鉄製プレートと防弾ガラス付きの車体の分厚い装甲車のような特注セダンを乗り回した。マッセリアの次のターゲットはカステラマレ派だった。1930年前半、シカゴのアイエンドやデトロイトのガスパー・ミラッツォなどを攻略したが、同盟を拒否された。 ミラッツォと敵対していたデトロイトのラマーレ派を抱き込むとともにニューヨークではブルックリンのカステラマレハボスの子らシーロに圧力を加えたシーロを誘拐して1万ドルの支払いと引き換えに解放したが面目を潰されたシーロはニューヨークを去ったアイエロやミラッツォの背後にいる先導者と疑ったバッファローのカステラマレハボス ステファノ・マガディーノを呼びつけたが姿を現さなかったため、シーロ一家幹部、サルバトーレ・マランツァーノ及び、マガディーノを解き伏せるよう迫ったが、協力を断られた。1930年2月、レーナ一家ボスのガイタノ・レーナを暗殺し、旧友のジョー・ピンゾロを後釜のボスに据えた、副ボスのトミー・イガリアーノは、マッセリアに忠誠を誓ったがピンゾロを無視した。レーナが殺された マッセリアは、ルチアーノらと共に、マイアミで賭博に興じていた、ルチアーノが、闇賭博で逮捕された。1930年5月、ラマーレ派と共謀して、ミラッツォを暴殺した。ミラッツォの死は、ブルックリンのカステラマーレ派を降下させ、武闘派は、報復を唱えた。7月、マッセリアは、シーロに次く重鎮の美とボンベントレオ配下を使って、殺害した。 カステラ・マレハは強硬派のマランチャーノを新ボスに選び暗殺チームを組織して報復に出た。この間、マッセリアは全米交差のストラにカステラ・マレハへの死の宣告を認めるよう通達し、半ば強引にこれを認めさせていた。8月、マッセリアの参謀ジュゼッペ・モレロがマランチャーノのガンマン二人に殺害された。9月、ガリアーノは 水面下でマランツァーノの指示を取り付けた上で、レーナの後釜ボスだったピンゾロを手下を使って、殺害した。10月、マッセリアは、シカゴのアイエッドの暗殺に成功した。1930年11月、マッセリアの参謀、アルミネオがブロンクスで、マランツァーノとガリアーノの合同暗殺チームに狙撃され、用心棒ともども即死した。9。 ダキーラ派のフランクス・カリーチェがマランツァーノの指示を得て、ミネオから組織を奪い返した。同じ頃ニュージャージーのマッセリア派ボイアルドがマランツァーノの暗殺チームに撃たれ、重傷を負った。警察の圧力も加わり、マッセリアは心が折れた。マッセリア派はマンパワーでカステラ・マレジミエを圧倒していたが、結束力で劣り、離反するニャングが続出した。マランツァーノは カステラ・マレ人は、ミラッツォの仇を、パレルモ人は、ダキーラの仇を取れと煽った。12月ボストンで、ニューヨーク内外の中立マフィアによる和平会議が開かれ、形成有利だった、マランツアーの側にサンド特使が飛び停戦、和解を迫ったが、拒否された。1931年始め、カポネの圧戦で停戦にこぎつけた。マッセリアは潜伏し、 一説にカルファノの元に隠れた。停戦は長続きせず、同年2月、ハーレムのマッセリア中世派、ジョゼフ・カターニアが、ブロックスで暗殺された。同月、マッセリアが支援していた、デトロイトのチェスター・ラマーレが暗殺された。1931年4月15日昼過ぎ、仲間3人とコニーアイランドのレストランウォーバ・ビラ、タンマローに、 防弾仕様のセダンで乗り付け、奥の部屋に入って、コーヒーを注文し、仲間とトランプを始めた。用心して滅多に外に出なかった、マッセリアが信頼のおける仲間3人を従えて、店に現れたが、その3人は全く信頼のおけるやからではなかった。接客したアンナ・タマロ、店オーナーのギボが、魚グリルの注文を受けて魚を買いに外に出ていた、間に、マッセリアは、背後から、 頭や背中など、計六発撃たれ、即死した。目撃証言では午後3時頃、レストラン前に一台の車が停車して洒落た身なりの二人が、降りて、レストランに入っていった。レストランの中を通り抜けて、奥の部屋の方に消え、その直後に銃声が聞こえた。銃声が止んだ後外に出てきた二人は慌てる様子も、なく同じ車で去った。警察が駆けつけると玉路が腰をかがめて、 マッセリアの血だらけの遺体を覗き込んでいた。仲間三人は全員オーバーコートと帽子を部屋に残して消えていた。レストランはほどなく五十人の警官で埋め尽くされたが、ひょっこり現れた店オーナーのジェラルド・スカルパトは警察の質問に外で散歩していたので何も知らないと答えた。レストランの脇に拳銃二丁、数の木先で乗り捨てられた車に拳銃三丁が見つかった。 警察は主に消えた3人の行方を追い、マッセリアと競馬ビジネスをしていたことが知られていたカルファノや、マッセアの相談役のサベリオポラシアラを尋問した。暗殺の数時間前にレストラン近くの路上に、スカルパトと一緒にカルファノがいたことが後日判明した。警察の捜査は行き詰まり、犯人の謙虚に至らなかった。 1931年4月20日に行われた葬儀パレードは150人の刑事と50人の警官からなる総勢200人の警備チームでガードされ、シルバーとブロンズの豪勢な棺を見るために1万人の見物人が集まった。涙を流す者はいなかった。クイーンズのカルバリー墓地に埋葬された。殺害実行犯は諸説あるが、 マッセリアに見切りをつけた部下の裏切りとするのが、定説である。1930年11月以降、警察の圧力から部下に、銃の使用を禁じたが、これが部下との間に圧力を生み、部下の離反を流したとも言われた。後にマッセリアの後がマボスになったルチアーノが、死亡したと広く信じられたが、具体的な経緯は不明である。リトジェノベーゼが暗殺プロットを作ったとも言われた。 マッセリアの死後、二人のカラブリア系ギャング、ジョン・ジューストラ、カルメロ・リコンティが相次いで不審死を遂げた。さらに、翌年、天主スカルパトとマッセリアの相談役ポラシアが不審死をげ、警察はこれら四人の死をマッセリアの死に関連づけた。1940年のマーダーインクの捜査ファイルにマッセリア殺害犯に言及したメモがあった、ポラシアと数人が マッセリアと一緒にいて、ジウストラが、マッセリアの背後からレストランに入りマリ、マリアを撃った。後年、このメモ内容を一部裏付けるような証言が、ブルックリンリン海区の組合関係者から出た、ジウストラが組織を乗っ取ろうとジョーザボスを殺したが、漫画のやアナスタシアラに裏切られ、殺された。いつマフィアになったか、どこの組織に入ったか不明で、出所してから禁酒法施行までの間に、 モレロ一家に入った、または1910年代後半に、独自のギャング団を結成し、モレロ一家を継いだとの説がある。モレロ一家をマッセリア一家の前身とみなし、ほぼ同一視する説と、活動テリトリー等の違いに着目して、別々の組織だったとする説で見方が分かれる。シチリア出身だが、パレルモ派やコルレオーネ派などのメインストリームから外れ、 血縁上頼りになるマフィアもおらず、派閥的に孤立した。同郷の血族で固めるシチリア流組織組成ができず、またはしたくなかった、無数のトざまギャングと結びつくことで組織を大きくした。アメリカに渡ったシチリアマフィアがイタリア本土出身ギャングと手を組むのは珍しく、なかったが、あくまで外部協力者の扱いだった。マフィアは最初にシチリアの自分の故郷の者と徒党を組み、 次に、シチリア各地の人間と徒党を組み、その結果、組織がシチリア人で占められ、その中核は、同居者、血縁者だった。マッセリアは、シチリア人かどうかに関係なく、有力なギャングなら、組織に加えた。ナポリ系のカポネをマフィアに入れたことで批判を浴びたが、他のファミリーも結局マッセリアの動きに追随し、1920年代後半、 ヒシチリア系の組織流入が解禁になるが、マッセリアがこの流れを作った。マイアミへの賭博旅行の際は、アイルランド系やユダヤ系の仲間を引き連れていた。シチリア保守派の手前、組織にこそ入れなかったが、部下たちが他国系ギャングと付き合うのを禁止しなかった。マッセリアにとって、人と人を結びつけるのは、家柄やチェーンではなく、金やビジネスだったが、世間では長らく、 口ひげピート、閉鎖的な旧世代ボスのレッテルを貼られた。コソドロ専門のストリートギャングから、ニューヨークマフィアの頂点に、わずか10年足らずで登り詰めた。1928年12月、クリーブランドで開かれた全米マフィア会議、通称クリーブランド会議で、同年10月に殺されたダキイラに代わる新しい、ボスの中のボスにマッセリアンが選ばれたとする説がある。 ライバルは丸ごと飲み込むか排除した。敵の敵は味方の論理でライバルと対立する勢力を目ざとく見つけ、味方につけて反抗を煽った。シチリア保守派と敵対していたカポネはニューヨークのボスと提携することで戦略的に有利なポジションを得た。ライバルボスを排除すると後釜にそのボスと同じ派閥か近い立場の者のを傀儡ボス据えて、 間接的に支配する手法を取った。ダキーラの後釜に、ミネオ、レーナの後釜にピンゾロ、コラシーロの後釜に、ジョーパリノという具合であった。とどまることを知らない拡大志向は互いに顔を知らない各地のギャングを結びつけた。マンハッタン、ブルックリン、ブロンクス、ニュージャージーのギャングを統合し、ニューヨーク古代ファミリーの中で、 唯一無二の勢力を作り出した、現ジェノベーゼ一家。反面、結束力は、シチリア人主体の従来のファミリーに劣り、栄光の座は短命に終わった。マッセリアなき後、ジェノベーゼ、コステロ、アドニスら血縁関係もなく、羊もバラバラなヒシチリア系ギャングが、組織上部を占め、マッセリアの組織構成の特徴を残した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。